るならこの場所この相手からリセット今がの変聞くだけ無駄無駄怖くて本当のこと到底言えないからあと15分で着きますつかない1回で2回分信用しな今日は早めに起きれたたまにはゆっくりティーでも飲もう Baby I love 結局家出る間際にした子に手間取る起きれるサンデー起きられないマンデーなんだかんだで深夜まで起きて大事な人待たしてんだダメだ諦めずに待たしてんだ腹が痛くてバスが来なくってでも遅れたの俺だけだっけもう言い訳思いつかねおしまい分かっ走ってギリ間に合うプラン焦って間に合ったら自慢なぜかでっけ仕事とか合コンは絶対遅れないくせに舐めてるわけじゃねえんだ分かってくれあと何分がなぜかわからねえ起きたら起きたって電話するわ電話切ったら二度寝してしまうクズだクズだ社会人失格だどこだどこだまた鍵なくなったやばいサイファーされた起きれるサンデー起きられないマンデーなんだかんだで深夜まで起きて間に合わないのならいっそ電話体調不良で休もう腹が痛くてバスが来なくってでも遅れたの俺だけだっけ本当に大事な用事は電車が遅れても間に合うわざとじゃない本当にIt's more, more so sorry 誓ってる寝る直前までは起きたら直感で Oh my god 遅れてきた分際でなぜかイライラしてるのは誰より俺が一番悔しいなんて魔法が起きれるサンデー起きられないマンデーなんだかんだで深夜まで起きて家から近い場所ほどなぜか余裕かまして最後まで見てくれてありがとうございました。台風ね、本当に大変だったと思いますけれども、皆さん大丈夫ですか？僕はね、なんとか浸水とかもなくね、平和に過ごせたんですけど、気をつけてくださいね。ご自愛ください。あとね、こいつがね、マサオって言うんですけど、僕のお母さんのお姉ちゃん、つまりおばがね、たくさん子供が生まれたからってね、くれたんですよ。で、まぁ、ちょっと今日はね、一日中台風だったんでね、マサオとね、ゆっくり遊んでました。とりあえず、マサオ挨拶しとこうか。まぁ、ちゃんと。マサオです、言うて。なまさお降りる？はい降り降りひんの降りひんの乗っとく乗っとくこれおまあいいわね、まあ、遅刻とね寝坊本当に良くないことなのは分かってるんですけど僕も遅刻魔なんですよね京都の時は本当にたくさん遅刻しちゃっていろんな人に迷惑かけたんでさすがに反省してね上京してからはほとんど遅刻することはなくなったんですけど反省しててもやっちゃうというかダメだなって分かってんのにやっちゃうみたいなことがねやっぱりあるんですよね遅刻って病気なんじゃないかなって思う時もあるんですよ遅刻は良くないのは分かってるけど本当に噂じゃないんでとにかく今回の歌はめっちゃ作りやすかったです遅刻魔の皆さん僕と一緒にね遅刻を直していけたらと思うんでね一緒に頑張っていきましょうまたねチャンネル登録よろしく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 イエーイポチッと